おはようございます。たかしです。本日は3月28日木曜日、ただいま9時25分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。 FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードでの考え方を基本から学びたい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですが、昨日のポンド円の日足は長い下ヒゲの陰線となっております。ここのところの動きを見てますと、テクニカルに素直に動いている、そういう印象は受けるんですね。ここのところしばらく直近ずっと上昇してきまして、高値更新をして、そこからの下落、そして月曜日に反発上昇して、火曜日は小回しになっているので、次の日、昨日は陰線になる可能性が高かったんですが、そういう感じにはなってきましたね。ただ昨日のこの陰線、長い下ヒゲになっておりますので、下がれば買われやすいっていうのもよくわかりますので、上値は重いんですが下がったところは買われやすい。本日はもう一度下落方向を試してますが、今の動きというのはこの GMMA の青帯に調整の下落をするという動きですので、ここからどんどん下落するとは思わない方がいいと思います。もちろんこのまま GMMA の青帯を下抜けて下落していくっていうことは考えられるんですが、今までの過去の動きを見てますと GMMA の青帯で接触しての上昇になってきてます。そして現在は高値更新をして調整の下落中ですので、まずは GMMA の青帯付近、ここからまた再び過去のようなこういう上昇ですね、そこに入っていく可能性を考えておきたいです。でもしこのまま下抜けた場合は、その時は下抜けてから考えればいいので、現時点では日足は上昇トレンド中、そこに対する調整の下落中だというところは忘れないようにお願いします。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯は横ばいになってきておりますね。もう昨日とかしばらく前から横ばいだったんですが、 GMMA の青帯が横ばいということはレンジですので、上がったり下がったりというのを繰り返していくということになります。現状では直近の高値、昨日の高値、昨日の安値というところをレンジの上限下限と見ておくのがいいと思いますので、上がってくれば 191.5 付近まで、下がってくれば 190.5 付近という1円幅ぐらいですね。直近のこのオレンジの水平線ぐらいまで下がってくる可能性もありますので、そう考えると190円付近まで下落する可能性は十分にあるんですが、基本的にはレンジですので、190円が近づいてくればそこからは反発の上昇が入りやすいと考えておくのが無難ですね。先ほど日足のところでお話ししましたように、現在は日足の調整下落中ですので、下げ切れば次は日足単位の反発上昇、大きめの反発上昇が入ってくると考えますので、下落方向で考えている方はご注意ください。では1時間足です。1時間足には先日から描いている矢印をそのまま残しております。基本的にはこのオレンジの水平線付近からの反発上昇、もしくはこの緑のトレンドラインですね、ここからの反発上昇をイメージしておきたいので、本日は朝から下落中ですが、一旦はこの辺で反発してくると思います。だいたい 190.2 とか3とかその付近になってくるんですが、その辺まで下げてくればそこから大きめの反発に入る可能性を考えておきたいです。現在は直近の安値、月曜日の安値ですね、そこでのダブルボトムでの上昇になってくる可能性もありますので、もう一段の下落の可能性もありますが、昨日の反発からこのまま上昇していく可能性もあるので、今1時間足の GMMA も横ばいですよね。先ほど4時間足も横ばいってことは、基本的には大枠ではレンジですので、方向感なく動きますので、売る場合も買う場合もしっかり引きつけないとどちら方向に動くのかが分かりにくいところですので、そこはご注意ください。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円は相変わらずですよね。今までお話ししていたこの白と水色のラインの間でのレンジになっておりますので、今昨日は一応下落方向には動きましたが、日足単位で見ているとさほどっていう感じですので、まずはこの白のラインと水色のライン、これを抜けた方についていくという感じです。ストキャスティックスは高値圏から下落中ですので、 GMMA の青帯ぐらいまで150円ぐらいまで下落する余地はあるんですが、まずはこのラインをどちらに抜けるのかを見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足は今まで GMMA の青帯が上昇中だったんですが、そこに接触することなく上昇方向に動こうとしていたんですね。昨日も一旦上昇方向には動いたんですが、結果的には GMMA の青帯まで戻される、そういう形になってきております。今4時間足 GMMA 青帯が上向きですので上昇トレンド中です。日足も上昇トレンドなので、ここから下落するイメージはあまり持たない方がいいと思います。もし下落するのであれば、 GMMA の青帯を明確に下抜けてからの下落の流れを想定しておきたいので、現在は先ほど日
見足で言ったように水色のライン151円付近まで下落してくればそこからの上昇、そして152円付近に近づいてくればそこからの下落をイメージして、そのレンジの中で動いていくというところを考えておくのがいいと思います。昨日は口先介入などで一旦円高には触れておりますが、先ほど日足で見ていただいても分かるように大した下落にはなっておりません。そして4時間足を見ても分かるように GMMA の青帯に調整の下落をしてきたというその程度のことですので、基本的にはこの上昇トレンドが継続していくと考えておきたい。ただ152円を強く突破するような動きになってくると為替介入警戒が強まってきますので、基本的には上昇トレンドですけれども、上がったところで買っていくとその為替介入後の大きな下落に巻き込まれる可能性がありますので、そこはご注意ください。基本は水色のラインと白のラインの間に挟まれたレンジですので、そのライン付近に来れば反発するんだという、そういうトレードをしておくと分かりやすいと思います。では1時間足です。4時間足の GMMA に接触してきたので、ここから反発の上昇するかもしれませんが、1時間足の GMMA の下には今入ってきてますね。昨日の下落で GMMA の青帯を下抜けてます。そして現在の動きを見ていると GMMA で上値を抑えられている風にも見えますので、そうするとここから151円ぐらいまでの下落が考えられます。昨日描いてましたこの平行チャンネルも下抜けてきてますので、基本はここからは一旦150円付近を目指すような動きを想定しておきたいんですが、現在は4時間足の GMMA にも接触してきてますので、4時間足の GMMA でのサポート、そして1時間足の GMMA でのレジスタンス、これを抜けた方についていくのがいいと思います。ですので先ほど大枠では白のライン水色のラインの間でのレンジとお話ししましたが、それよりも直近は4時間足と1時間足の GMMA に挟まれた動きをしてますので、まずはこれを抜けた方についていくですね。1時間足の GMMA を上抜ければそこからの152円までの上昇の流れ、そして現在地付近で GMMA の青帯を上抜けられないのであれば151円付近までの下落を考えておくのがいいと思いますが、基本的には4時間足の GMMA に今接触して反発上昇してますので、下落方向を狙うのはトレードとしてはやりにくいと思いますので、どちらかというと151円付近までの下落を待って、そこからの次の反発上昇をイメージしておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。 FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。 FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。